はい、鹿児島県志布志市を歩いてます。見ての通り、いい天気で志布志です。あ、やばい、このちょっと後にすればよかったな。よいしょ。さあ、誰が見てくっかな。下村さんだ。一番乗りです。はい、鹿児島県志布志に入ってます。あ、てか昨日からいますけど、今日はリッキーと散歩をしております。リッキーです。朝からもう自撮り買って、もうあと戻ったら飲むだけになってしまうので、とりあえずちょっとぐらいは歩いとかないとということで、今うろうろしております。マスターのお使いで、マスターの、あの元山店のマスターのお使いで綺麗な写真を撮ってきてくれということで、はい、なんていいことをしてるんだと。やはり人のためですね、リッキー。全くその通りですよ。そう、俺たち本当にいいやつだよでも見たいものがあったらすぐそういうの捨てちゃうけどね。アリキほら、こういう写真、ほら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 、イエーイ、食ったらね。はい、これはまあ本当にまた昨日と同じでただの街歩きになるんですが、あと3分ぐらいしたら絶景が現れると思ってます。今は鹿児島県志布志市というのは、鹿児島県志布志市、志布志町、もなんかもう一個ぐらい通過があったっけ、志布志支所だ、志布志支所っていうところですね。もうややこしいぐらい志だらけ、逆に言うとちょっとまあうさんくささがありますね。あの、今日から頑張るからって毎日言うやつみたいですよね。息渡っちゃおうって、あんまりね、志しちゃダメだよね。うさんくさいよな。そう、深いね。やっぱこれやりますとか言うやつとか、なんかね、うさんくさいもんね。やるやつ言わねえもんな。いやー、もう本当に喉もガラガラ、咳も止まらず、全部スカポンさんが悪いような気がしてますがリッキー大丈夫？いや、私はもう大丈夫今日は、4時ぐらいに志布志港の港に向かって歩いて、サンフラワー霧島で、大阪まで船に乗ります。船旅のためにさっき、こっちのスーパーでは当たり前200円から400円で売ってる地鶏のたたきなども仕入れ、もうただただ飲むだけの船旅に、そう、はい、そうです。もちろん店内のバイキングなど食べません。1500円なんか払えない。さあ、一応これ今絶景ポイントまで、絶景ポイントというか、こう降りていく途中に景色綺麗だなと思うところまでちょっと今歩いてます。本当はこの今上ですごい綺麗なとこあったのが、さっきフェイスブックで写真あげましたので。お、あ、この目の前、これ4人見てるってことか。ちょっとこれ判定させてください。うわ、来たね、俺だ。うわ、気持ち悪いか。うわ、リッキーで来たね。赤ちゃん見てた。ひげのなんか白髪が。ほらほら、ここ見てください、この白髪。来たね。鼻毛も出てる。もう鼻毛いつも出てるんですけどね。見てる人が一人減った。Facebook 側からの陰謀かもな、一人減ったの。あ、一人増えた。やっぱ道に変えた瞬間一人。お、さあ、なんとなく、これいいんですよ。こう、坂とかね、こう、下ってきて、ああ、見て、普通の、上がってきた時見えるもんなんですけど。あ、やべえ、道路反対側の方が良かった。ちょっと、行き反対行こうぜ。車来るから怖いな。よし、はい、これが鹿児島県志布志市、志布志町の絶景です。これいいところでしょう。志布志湾です。上から読んでも志布志、下から読んでも志布志で、向こうにはこれはなんかなんとか島とかいう無人島があります。今日乗るサンフラワーはもうとっくに止まってます。
でこっちが武家屋敷とかなんかいろいろ昨日もあってたゾーンはこの辺の地域になりますね。そうこんな感じ。これは綺麗なところでしょ。ちょっと逆光で申し訳ないですからね。あっちが本州最南端の本土か。本土はだって与論とかも入ってくるでしょ。九州最南端の佐多岬とかある方で、こっちのあのうっすら見えてるのが昨日リッキーが26キロ歩いて行ったという土肥岬。まあその辺は次回の旅イルでも多分、紹介してくれると思うんですが、はい、あ見てる人はどんどん結構してる。いいね。じゃあちょっと視聴率でも増やすかな。じゃあリッキーしりとりするか。じゃあ渋新橋新橋汚ねえやり口だな。渋し渋でしょ。うん、ああ、しぶし。ライオンの日本語名だ。シシと。おお。じゃあしぶし。おい、私かよ。だろうね。このフェイスブックライブって本当にくだらねえ機能だなこれ。誰でも生中継できるってやっぱダメだな。なんていうのかな、こう。質が問われないからね。本当に。主電寺。寺じゃダメだよ。うん。あ、市なんとか市だとあるんじゃない？市の名前。白い市とかだっけ？白石市。おい神社あるわ。白石市。じゃあどうしようかな。渋し。このフェイスブック面白いから誰も見てないときは友達にこのライブ配信のお知らせを表示してますので、しばらくすれば視聴率が増えると思われます。簡単に言うと慰め。敷石。じゃあどうしようかな。渋し。このライブ中継しかもね、異常に電池使うんだよこれ。柴田市。新潟県。じゃあ俺どうしようかな。じゃあちょっと違うので行くわ。渋し市。新都心市。あ、違うな。あれ？あ、惜しいな。新都心市、埼玉がついてなければ新都心市だよね。あれ、違ったっけ？埼玉市だっけ？あれ。なんでこれ？まあそうだな。で、多分これのことじゃない。いや、完全に小計算が見えて。はい、今下に降りてきました。もはや崩れてる。なんか
いいですね、こういう道盛り上がりますよね。ね、いいカメラ来ます。オリキ信頼ラーメンだ。ね、でもなんか幕張にもありそうなこう雰囲気。一気に電池減ってる。もう昨日満パンまであれしたからな。これは何？あ、ほんとだ。これさっきこの上の仏像とから今降りて歩いてきました。というかこれ塾？塾だよね、これ。ねえ、居抜きでもこういうね、塾すごいね。でもなんか塾に例えば1年間って1ヶ月どれぐらいかかるのかね。2万ぐらいかかるの塾って。1万とかにも、まあ、仮に1万円だとすんじゃん。1年間自分で一生懸命ちゃんとしてやりかで勉強したらさ、12万円あげるよって言ったら12万円の方取るよな。そっちの方がパワーになると思う。で12万円好きな方に使えて勉強も自分一人でやったっていう時間があって、人に教えてもらってもやっぱつまんないからね。そうするとそっちの方がなんか俺は好きだな。別に行くやつが悪いとは言わないけど。何この建物、中華風だね。なんかどっちが好きかって言われたら俺はそういうやつの方が好きだな。お、いいね。ああね、やっぱお酒を売ってるお店多いしね。いや、誰も見てないからいいな。お、おしゃれ。これ気になるね。さあどこを目指してるかというと、すげえ力在庫一掃セールだ。あ、いいね。そうそうそう、便所とかの用意だ。お、舞鶴だ、リッキー、京都だ。もうこういうとこ来ると意外に結構何でもありですよね。だいたい旅してる時なんてもうこんだけ歩いてるだけなんですよ。今回珍しくライブ中継やってますけど、多分もうこれからはあんましないような気もするんで、今日は見納めだと思ってください。舞鶴、なんだろうな、舞鶴って。でも三河ナンバーだね。でも神社ないね。いやでも確かにどこか階段あるんだよ。あった、あった。うわー、リッキーちょっとこれダメだって、この階段。金管、これちょっとまずい、まずい系のやつでしょ、これ。何マスター、これさ、多分上まで行ったらさ何も見えなくね、これ。これにマスター、俺らこれに、これって言うぐらい伊勢神社これだな。まあ別になくはないけど、これに登ってきてくれってこと。そう言ってますよね。どう思います、皆さん、これ登った方がいいですか、登んない方がいいですか。誰もは見てねえもんな、今だゼロです。行く、ちょ、ここで引き返すとはなんか負けなくなる。なんかな、真ん中ぐらいまで考えようか。ちょっとこれ下向いてる系の階段だし。
上まで行っても、でも絶対景色良くないよな。中盤だよね、これ。